안녕하세요미소입니다今日は今日は何をするかって言ったらお前誰って思ったことありますかあなた誰って思ったかもしれんけど、ラーメン給品だけ見てくれよる人からしたらね、化粧したみそちゃん多分初めてぐらいかな。だって化粧してラーメン給品することがあんまないやんか。今日はね、いつもラーメンにありがとうっていうのを込めて、定期的にあのメイクしてもね、ちょっとちゃんとすっぴんだけで失礼かなと思って、今日はラーメンにありがとうの回として、ラーメン給品させていただきたいと思います。それでですね、皆さん、私事ではあるんですけど、ちょっと報告があって、実は、今まで結構仲良くさせてもらいよった、鍋が綺麗になりました真っ黒だったよ今まで。なんかさ、コメント欄とか見ようと思って、みそちゃん昆布で出汁取ってからラーメンやるんかと思ったら普通に焦げでしたとかね、って黒すぎみたいな。確かに昔の動画見たら真っ黒なんよ。コメント欄にみんな優しい、なんか綺麗にする方法とかやってくれとって、あの気づいたらパパが綺麗にしてくれとって、今日はもう新たな気持ちを込めて、なんかもう新たな気持ちで今日からまた本日から頑張っていきたいと思います。何の動画、今ねめっちゃラーメン迷ったんよ。おじんおちゃんぽんか、なめ川に流行ったやん。でも食べたことなかった、このわかめのやつと、あと山陽ラーメン。どうしようと思って、とりあえずお湯沸かすわ。ファイヤー、鍋が綺麗ってこんなにも気持ちがいいことなの。どうしようか、おじいおちゃんぽんも久しぶりに食べたいなっていう。山陽ラーメンでも新たなことにやっぱ挑戦していかないかんかな。ラーメンにおいても人生においても。今日昼ご飯 UFO 食べたけん、ちょっと2回連続ラーメンは多分カロリーやばいと思うけど、わかめ食べたらなんか痩せる気するけん、わかめ失礼します。すげえな、こんなことない。もうめっちゃわかめ浮いたら気づかんかったびっくりした、まだ焦げ発生したんかと思った。麺割れてしまってるこれ。熱っ、ラーメン棚みたいな作ってやん、前動画とかで。あのヘリが気になりますみたいなコメントあって、あれね半分はもう減ったかな。でも賞味期限がね結構ねギリのやつがあるけん、友達とかに配ったりして、一人じゃあさすがの吸引器味噌でもあれはすぐ食べれんけん、結構ね8月までのやつとか多かったけん、今追い込みの時期ですね。でこれを2分間やるんだって。何これ、あ、こういう系のスープなんや。ラーメンってさ粉のイメージあるない。あ、でもわかめの匂いしてきた。韓国のわかめスープの匂いがしてきた。え、めっちゃ匂い、熱っ。あ、よってやね、この音ええわ。大人の人とかってさ、いい夜景見ながらワインとか飲むけど、私もうこのラーメンの音だけでもええわ。水美味しい、結構緑浮いとるね。ちょっとじゃあ試し食い失礼します。熱っ熱っ、もうちょっとかな。うん、死にそうで怖い。うん、完成。普通の服やけん2袋食べれるか分からんけど、なんかみそちゃんって普段もそれぐらい食べるんかなですかっていう聞かれること多いけど、友達とかご飯食べに行った時とかはそこまで、まあでも普通の人よりかは食べる方かもしれんけど、動画の時ってもうほぼパジャマみたいな格好で食べるけんさ。でもさ、友達と出かけたりする時でさ、ズボン履いとるしさ、ズボンやけんきつくてね、食べた後とかお腹ポンって出るし、まあ、でもきつくなったら家だったらチャック外し方ではないけど、まあ、相当仲いい子とかやったらチャックめっちゃ外せんやけど、もう食べる前から外せんやけど、熱い。なんか麺薄いね。いただきます。うん、なんか日本のラーメンっぽい。韓国のラーメン感はでもそ、うん、ほぼないわ。麺細いし、なんか一瞬カムジャタンに、カムジャタンやな、カムジャ麺にいとんかなと思ったけど、なんか新しい味。美味しい、塩系塩系。これは軽いわ、うん、韓国の味濃いみたいな、なんかもう韓国ラーメンありますよみたいな感じじゃないけん、そんなむつこい系無理とか味濃い系苦手っていう人は持ってこいと思う。もっとわかめ感なんかと思ったら、サザエさんのわかめぐらいのわかめかな。うん、美味しい。これそうめん感覚でいけるわ。でもなんかわざわざ韓国でこれラーメン買ってこうかとはならんか。なんか日本のラーメン、ほぼ日本のラーメン。うまっ。
全力まっしょ。これ絶対煮込んでも絶対美味しい。水少なめでドロってやっても美味しいわ。これ美味しいけど、吸引にちょっとワカメがちょっと支障をきたすかもしれない。ワカメが喉にペンみたいな、たまに来るけん、吸引器の人はちょっと気をつけた方がいいかもしれん。うん、ちょっと自分のチャック外していい？ごめんね。韓国のワカメスープ、誕生日に飲むやつ食べてみたいって人は、これ代わりに買って、ほんならもうほぼこの味やけん。ご飯入れたら絶対美味しい。これほぼ麺というよりほぼわかめやない。すごいお腹すきそう。スープめっちゃ美味しい。これ主食っていうよりかはおやつ、おやつとか締めに良さそう。友達におすすめされてさ、ネットフリックスで東京リベンジャーズみたいな、中学生でさ、ここにタトゥー入っちゃったでさ、普通に人刺すしさ、なんかついていけんと思って、アニメち見出したら投げてもらうわ。ごちそうさまでした。今日は日頃のラーメンに感謝を込めるっていう動画だったんですけど、どうだったかでしょうか。てかこのラーメン、ダイエットじゃない、デートには向いてないわ。さっき鏡見たらここに思いっきりワカメ詰まっとったけどね、クソワカメって思いながらのけたんやけど、やっぱラーメンってね、人生においていろんなことを教えてくれるし、なんかカップルとかでね、なんか私って最近なんか刺激ないなっていう時は、たまにはこう化粧して、なんか綺麗な服着てラーメン吸引したみたいに、皆さんも相手方さんご吸引では皆さんワカメ食べてみてください。あれやっぱ日本向けやけん、韓国ラーメンめっちゃ好きって人にはあんま向いてないから、まあ、でもスープ美味しいけん好みで選んでみてください。以上みそでした。バイバーイ。다음에다시만나요。 See you next time。 다음에다시만날거죠。 다음에다시만나요。